どうも、むつみです。ベースをやってるとですね、いろんな機材を買うことになります。ベース本体だったり、エフェクターだったり、シールドだったり、なんやかんやら、なんやらかんやらっていろいろ買いますよね。これってベースをやってる人に限らず、ギターやってる方でも、絵を描いてる方でも、いろいろかかると思うんですけど、僕はね、ふと思いました。今使ってるこの機材たち合わせたらいくらになるんだろうって。というわけで、今回は僕の今使っている機材、全部足したらいくらになるのかっていうのをやっていこうと思います。今まで全く計算したことがなかったんで、ちょっとドキドキですね。音楽をやる上で、DAWとか、あとはプラグインとか使ってるんですけど、そういうのは省きます。形としてそこにあるものの値段を足していきますね。まず1個目こちら、バイミュージックマンのレイ34ですね。これは僕が中学3年生の時におばあちゃんから借金をして買いました。高校生になってからちゃんと返しました。お金はこれがですね、だいたい6万円でした。それからずっと使ってますね。10年間か。だから一番長く使ってる機材じゃないでしょうかね、これは。はい、次の機材こちら。チューンの TWB6 カスタムです。これは僕が高校2年生の時にオーダーしたものですね。高校3年生だったかな。初めての6弦ベースです。こちらがですね、30万です。これを買った当時は、まあ、人生で一番高い買い物だったんじゃないでしょうか、30万っていうのは。はい、お次こちら。アトリエ Z ベータ6のカスタムです。こちらですね、アトリエさんに頼んで僕のモデルを作ってもらいました。シグネチャーモデルではなくて、むつみカスタムっていう括りになっております。こちらのお値段66万円です。あー高い。もう100万到達しそうっていうね。もうなんかベースだけで100万くらい使ってたのかっていうのがね、数字にしてみると結構長くですよね。これは今メインで使っているベースでとても気に入っています。はい、ベース本体をご紹介したので、次はエフェクターボードとかアンプとかの紹介になります。まず小物類から、シールドですね。僕モンスターケーブルのモンスターベースっていうものを使ってるんですけど、これがですね、だいたい7000円です。7000円を2つ使ってます。で、パッチケーブルですね。パッチケーブルはモントルーっていうメーカーのものを使ってます。これがですね、すごくコンパクトで使いやすいんですよね。なのでこれを使ってます。これを全部足したらですね、22500円になりました。では、ここからエフェクターの値段を計算していこうと思います。まず4000プリ、サーンラートっていうメーカーの4000プリっていうエフェクターを使っています。この4000プリ僕2個使ってるんですけど、4000プリ1個の値段がですね、19250円です。そして次にアギュラーの TLC コンプレッサー、こちらがだいたい2万円です。そしてボスの BB1X プリアンプですね、こちらが約1万7000円です。マークベースのマークヴィンテージプリ、こちらが約5万3000円で購入しました。そしてチューナーポリチューン2っていうのを使ってます。こちらが、1万1300円ですね。アギュラーのアグロっていうエフェクター、これは、ディストーションオーバードライブですね、歪み系のエフェクター、こちらが約2万円です。ダークグラスの B3K、 これが約2万3000円です。次に ISP テクノロジーズのノイズリダクション、16800円で、パワーサプライペダルパワー2プラスっていうものを使ってます。23000円です。で、このエフェクターが乗っているボード、これアルモアっていうメーカーのものなんですけど、16000円くらいでした。そしてヘッドアンプ、ヘッドアンプはですね、マークベースのエボワンっていうものを使っています。約9万円です。そしてインターフェイス、インターフェイスは UR44 というものを今使っております。こちらがだいたい1万4000円くらいじゃなかったですかね。そしてスピーカー、こちらが KRK のロケット5というものを使っております。これが2つ合わせてだいたい3万円くらいじゃなかったかな。では次パソコンに行きましょう。パソコン類は高いんですよね。もうまずパソコン1つ目、 Mac mini っていうものを使ってます。これがだいたいね、25万くらいだったんじゃないですかね。そしてお次に MacBook Pro、 これが26万円くらいで買いました。で、 Mac mini に使うそのモニター、ディスプレイ、これは電気屋さんに行ってちょっと安めのやつを買いました。2万3000円でしたね。という感じで、僕がベースをやっていく上で最低限の機材がこんな感じです。今じゃあちょっと計算していきます。ベーシストのためのオンラインサロン、むつみのベース塾を開設いたしました。超初心者の方向けのレッスン動画、スラップ、タッピングなどのテクニカルな奏法の解説動画、音楽理論の講座、僕の持っているすべてをここで話しております。むつみのベース塾の詳しい説明の動画と、むつみのベース塾のリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。皆様お待ちしております。はい。計算し終わりました。では、合計金額を発表します。僕の今使っている機材を合計すると、196万2100円です。高い。まあ、約200万近くっていうね。ただ、この機材費っていうの僕自己投資だと思っていて、無駄遣いとは思ってないんですよね。だって、この機材のおかげで、今僕は仕事ができてるわけで。で、やっぱモチベーションとか維持していく上で、機材買うのって結構大事かなって僕思っちゃったりしてるんですよね。機材を買ったら、うわ、機材買った、もうちょっと頑張ろうみたいな感じで、なんかなるじゃないですか。焼肉200何十回くらいいけますね。ベースを僕がやっていなかったら、焼肉にあと200何十回いけた
たってことですね。皆さんもよかったら家にある機材いくら使ってんのかなって計算してみてください。そんな使った覚えないのにとか、あ、意外と安かったとかあると思います。計算したらね、コメント欄とかに書いてみてください。多分僕より全然高い方いると思います。で、1本100万200万のベース売ってますからね、それ1本で僕の機材全部買えちゃいますよね。いやー、高かったな。このかけたお金が無駄にならないようにこれからも頑張っていきます。というわけで今日の動画は終わります。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているのでそちらもよろしくお願いします。サブチャンネル、作曲チャンネルもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。